韓国人男性と恋愛をしていたら連絡もよくして狂言もたくさんして記念日のイベントもいつもたくさんしてくれて最高。日本人の男性はこの反対かな。はい、皆さんこんにちは。韓国人男性ザンプンです。さっきの話は韓国で活動している日本人の芸能人とか日本人 YouTuber さんが話す韓国の男性と日本の男性の違いです。多分今の動画見ている人たちにはすみませんが、僕が正直話すればこれはマジで幻想です。絶対幻想。韓国の男性は優しいけど日本の男性は優しくない？なんかどんな国の人でも自分が好きな人人に優しくない人がいますか？いるかい？自分が好きな人に連絡をあんまりしない人がいるの？これはジェダイ国と関係ありません。ただドラマが作ったイメージ、日本の芸能人とか韓国で活動している日本人 YouTuber、 あの人たちが韓国で活動するときはね、なんか韓国の男性のイメージを他の国より特別な人たちだと話すけどさ、多分自分の考えは男はみんな同じですよ。日本人も韓国人もアメリカ人もインド人も中国人も自分の国にいい話をしてくれる人を嫌がる人はいないんでしょ。そんな人たちが韓国人男性のイメージをつけて、僕は日本でマジストレスを受けたことがあります。んー、だってさ、私が YouTube で見た時韓国人男性はこんなイメージだったけど、ねえ、それ知ってる？韓国人男性って連絡もよくして、なんか記念日の時イベントもたくさんしてくれるんでしょ。一体誰がこのイメージ作ったの？僕は韓国人だけどさ、そのようなイメージなんかいいだけどさ、僕は僕ですよ。僕は僕。なんかこんな日本の友達がいたけどさ、その時ちょっと失望しました。僕はこんな話をする人がね、石原さとみ、僕が好きな石原さとみさんでも嫌いになりそうです。僕は僕でしょ。なんかそのイメージ悪いイメージじゃなかったけどさ、なんかそれ嫌。今日の結論、なんとか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 イメージ、なんとか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 韓国人男性のイメージ、その芸能人の話とか YouTuber の話を聞いたら、ただ面白く見て皆さんが直接判断してね。韓国の男性はみんな優しくて親切な人、このイメージいいだけどさ、人は人によって違うでしょ。だから皆さんが直接判断してください。いい人はいい人、悪い人は悪い人、人によって違いますよ。僕はどんな人のように見えますか？悪い人になりたい。なんか来るないとでもできない。残念。